どうも、レオです。ポッチです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは、龍が如くオンラインガチャ引いていきたいと思います。はい。はい。維新も終わり。うん。スクラッチイベントが始まりました。スクラッチですね。はい。はい。復活後というか、コラボ終了後、初イベントかな。あ、違う、小牧があったのか。うん。小牧もなんか維新のキャラだったしな。まあ、実質最初かな。うんうん。はい、そんな中、3体出てくるガチャが来ましたね。うんうん。まあ見てみましょう。はい、桐生錦山遥が学生服で登場と。なんかおっしゃった。ね。っていう感じで来ました。うん。はい。中学生。中学生で、なぜか遥が高校生。ですね。一瞬さ、これ最初見たとき、遥が、あれなのかと思って。ユミかと思ってさ。そう思った。私、ユミだと思ってた、こっちは。ね、で、ね、そっくりじゃんって、ビビってた。言ったら、いや、はるかじゃんっていうね。そうそうそう。ちょっとびっくりしましたけど。うん。だから一時的におじさんが年下になって。うん。そんなガチャですね。うん。はい、じゃあ見ていきましょう。はい、若き激流、桐生一馬中学生。うん。技の攻撃キャラですね。はい。はい、リーダースキル男性の味方の攻撃力を 15% 上昇。うん。で、バトルスキルが敵単体攻撃 140% 攻撃とヒートゲージを100増加。うん。クールタイムが6。うん。ヒートアクションが、敵単体29000の固定ダメージ。うん。消費が7のクールタイムが10。はい。で、アビリティの1個目、状態異常になる確率を 16% 減少。うんうん。で、アビリティの2個目が 50% 以上の時に攻撃力が 30% 上昇。うん。で、攻撃陣と。陣。うん。で、攻撃力が、まあ、ヒットポイント 50% 以上って、まあまああることだと思うから。うんうんうん。30% 上昇だから、だいたい5000ぐらいになるのかね。うん。ざっくり。すげえざっくりだけど。うんうん、まあ、攻撃力が高いのかな、うん。中学生なのに。うん、なのに。強え。で、これ、ヒートアクション、まあそうだよね。単体だよね。29000ってね。うん。まあ、ほぼ。大体のやつは一発で落とせるのか。かな使うかな。これをどんどん成長させていったらさ、うん、あの、普通の SSR の桐生さんになって、違う性能になったら面白いのに。そしたら笑うね。自分で育てられるみたいな。それでもちょっと今度やってほしいよね。ノーマルから始まってさ、そう。レアで、そう。レアで、SR、SSR ってね。育てていきます。そうだね。桐生さんの。で、それと同時に、うん、もうだから中学生から、高校生、こう大人ってなったら面白い。そういうイベントもやってほしいね。ちょっと夢が膨らむな、ね。まあでも中学で SSR でも出ちゃってるからね。そうだな。まあ男性の味方の攻撃力 15% は悪くないとも思うし、うん、バトルスキルが100増加って言ってるけど、ちょっとバトルスキル打つと大体30とか40とか、補助は俺とかわかんない、よくわかんないけど、50ぐらい。パッと上がるやつもあるんでしょって思うと、言うほど上がらないのかっていう、使い心地がそんなにめっちゃ便利ってなるのかしらっていうのがちょっとわかんないんだよね。ヒットゲージは上がるのか。上がるっつってるけど、140% 攻撃っていう時点でもう大したあれでもないしなって思うけど、まあだからドンパチで即使えるキャラかとか、言われると、微妙かもしれないけど、まあ、単純に欲しいよね。うん。こんなん。うん。ちょっとオーラ出てんの、もうまたなんかさ。いいよね。で、雨のさ、中にいるのがさ、そう。かっこいいよね。二人ともね。ね。これから出る錦山もね。そうだね。まあ、じゃあそんな錦に行きましょうか。うん。はい。若き本流、錦山明が中学生。かっこいい。あ、でも絵柄的には錦山の方がかっこいいかな。錦山もまだちょっと、金のオーラなんだね。ちょっとオーラ。陽なんだね、今回。そう、陽の防御。陽なんだ。いやー、もうこう、
あーね、これ、ヨウなんだ。両方だから金色のオーラなんですよ、そうだね、これ。ちょっとまだ、わかります？いや、もう、ね、こっちはニスキがヨウなんだっていうことにもなんか、もうなんかちょっと泣きそうな部分があるよ。ああ、これだけでちょっと語れるぐらいまであるけど、まあいいや。で、リーダースキルは？はい、リーダースキル。全味方の状態以上にする確率を 10% 上昇。うん、バトルスキル。自身へ10秒間の挑発と反射。うん、非ダメージの 65% を攻撃者へ反射。クールタイムが12。で、ヒートアクションが防御タイプの味方へ状態異常回復と再起。36% 回復。うん、36% で復帰。で、消費ゲージが5のクールタイムが15。うん、で、アビリティの1個目が攻撃時 50% の確率でヒットポイント 12% 回復。で、2個目が通常攻撃時 12% の確率で4秒間の麻痺。で、返り討ちの構え。うん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 。まあ、これまた、ドンパチ目線で言うと迎撃側に行くようなキャラなんだと思うので、うん、ヒートアクションがそんなに打たれることないしなぁと思いつつ、うんうん、なんか、密の、ちょっと、新しい、リニューアルバージョンみたいな、感じ。イメージ。かな？かな？なんかそんな気はするけど。そうね。まあそんなに、めっちゃ強いかというと、まあこれもまたっていう感じではあるけど、うん、まあ単純に絵がやっぱね、かっこいいねと思いますよ、本当に。まあそんなキャラですかね。うん、そのお二人はキャラストーリーがあるんだよね。あ、そうなんだよね、うん、確かそうだった。うん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 、なんかその二人のキャラストーリーが、まあただこれはあれかな、再起持ちだし、究極闘技とかだったら使い道はありそうだね、うん、かなり。まあまあ、そんなキャラですね。はい、最後。陶吉での新生活、沢村遥、うん、高校生。うん、まあ、この上二人が竜が如くゼロの時の昔の話の時のキャラで、遥が竜が如く、これ 5? 5だね、高校生。だよね。アイドルの時の制服だよね、確かに。そうだよね。うん、まあ、心の補助タイプ。うん、ああ、そうだよね。この服装はそうだよね。うん、確かそうだった。うん、どうなんでしょう。人によっては、朝顔の中学生の時とか。やっぱ違うね。中学生の時のセーラー服の遥か見たかったな。うん。でも高校生もまあ、綺麗だね。やっぱりね、可愛いね。ちょっと俺は、あんまり、ライブ配信とかでいろいろ、あるから、俺はちょっとコメントは差し控えさせていただくけど。まあまあ、そんな、はるかですね。なかなかこの、なんだろう。制服で上のジャケットがこの色っていうのがなかなか、そうだね、あんまり見ないから、なんか、私立かなって思っちゃう。そうだね。わかる。私立のお嬢様校かなって思っちゃう。今回はみんなあれだね。ちょっとキラキラとしたオーラをまとっているんだね。はるかはめっちゃキラキラしてる。めっちゃしてるよね。やっぱアイドルになるから？そうだね。はい、じゃあ、能力。リーダースキル、全味方の速度は 20% 上昇、うん。で、バトルスキル、男性の味方の攻撃力7秒間 42% 上昇と、スキルクールタイムを 32% 加速、うん。クールタイムが10、うん。ヒートアクション、男性の敵へ 60% で6秒間の封印、うん。消費が5のクールタイムを5。うん、で、アビリティの1個目、振り属性からの攻撃に対し防御力を 20% 上昇、うんうん。2個目、封印状態になる確率を 12% 減少、うんうん。そして連撃の構え。構え。構えが出た。ということでございますと。うん、なんか、強そうですけど、うん、どうなんです？使いやすいと思う。多分、うん、使いやすいんじゃないかな。なんかバフも結構でかいし、うん、ねえ、男性の敵へっていうのも結構、美味しいと思いますし、うん、速度 20% 上昇ってすごいのじゃないのかい？ねえ、速度が上がるのはやっぱりね、連撃では一番嬉しいからね。ねえ。なので、なんかすごく強そうな雰囲気を感じてますけど。うん。うん、
このキャラはあれなのかね、ドンパチで使えるようなキャラなんじゃないのかい？ん？連撃構えってあんま最近出てきてないしね。うん。もうこれはポチは欲しいのかい？速度も上がるし、バトルスキルでスキルクールタイムも上げられるしね、うん、男性の味方のね。うん、いいと思う。感じよね。うん。はい、まあ、こんな3体でございます。うん。まあ、とりあえずじゃあガチャの画面に行きましょう。はい。はいはい。いやガチャへようこそ。たくさんのいい仲間と出会えるといいね。そうですね。そう思ってる？思ってる思ってる。で、今回は、なんと、極みガチャ券たちが使える、うん、わけですよ。わあ。で、このガチャ詳細で言うと、まあ 3% で 0.5 ずつではあるんですけど、うん、0.5、うん、なんだろうな、 0.5 がすごいいい数字に見えてきたのは、維新を乗り越えたうちらとしてはすごくいい数字に見えるね。 0.5 なら出るかもしれないって思っちゃう。で、また例によって、うん、スクラッチを引いてくと、うん、またあの3倍ってこのメガホン持った人が言うみたいなんで、うん、まあ、ダイヤは使わないでおこうと思ってます。そうだ、スクラッチだった。うん、うん、で、極みガチャ券と SSR 確定ガチャ券、僕今やる全部使っちゃうの？まあ、SR とかどれから使おう。あ、 50% 券があるじゃん。 こっちが絶対外す 50% 券があるじゃない。 50% 券も1枚あるんで、まあ、使っちゃおうかなと思いますよ、うん、やろう 50% 券。じゃあ、まず何からいこうか。一旦、ま、極みガチャ券を一回30枚ぐらい、すごいいっぱい持ってるね、使ってみようかな。うん、いきますよ。はい、30枚。もう1回目で来ちゃえ。そう、誰か、それで来たらもう赤文字だったらいいよね。そうだね、いいじゃん、いいじゃん、もう来たわ。あ、これ来たんじゃない。はい、いや、来るよ、割れる。こっから熱くなってきたぜ。うん、ダメかい？あー、ダメか。あー、迷彩来い。迷彩になんない、迷彩になんない、あ、3分になんないわ。よし、じゃあもう一度引く。スクラッチ券ももらえるしね。そうだね、引けば気休めにもなんねんだけど。おっ、おー、いいじゃんいいじゃん。2回連続赤ってことは、そろそろ来た、来た。はい、0.5、はい、0.5、はい。ってことは？迷彩！迷彩！ん？ん？嘘。おい。おい。はい。はい。ほい。うわ！つこうたな？うわ。つこうたでしょ。え、こっちの、こっちの吸った？え、吸ったんだ。ちょちょちょ。吸ったんだ。いきますよ。一個目。一個ずつ出たらいいな。一個ずつ出て。よし。よし、よし、よし。これ、二式だったら。俺、二式との相性いいから。いいでしょうね。いいよね。うん、これ、上も二式だったらさ、もう二式にしか出会えないってことになるよ。ここで、はるかあたりがね、来てくれる。いや、気流がいいじゃん。まあ、気流もいいね。うん。もういいね。よっしゃー！よし！よし！よっしゃー！よし！よ、うわ、すげえ。来た！すげえ。来た、見て、すごい。え、すごくない？何これ、吸ったな。いや、こっちの、いや、全然全然、こっちの吸ったな。じゃあ極みガチャ券はもうやめよう。じゃあ 50% 券しよう。 50% 券しよう。うん、どっちかな、どっちかな、うん、これで遥かで、でこれは、ポチは今2回引いて2回外れでしょ、で、レオが引いて3回目でしょ、うん、これも外れだった場合ですよ、うん、もうこれはもう 100% 外れ券だよそうだね、うん、いくぞ。これで出れば、レオが出れば 50% だ、まあ、お、そう、だからこれが来たんじゃない、来るんでしょう、来るんじゃないです。赤いのはやめてよ。はい、よしよしよし。で、これでもう一回やると迷彩に変わって、うーん、まあまあでも SSR は出た。嘘はついてない、ね、嘘はついてない。 50% っていう、お、いいじゃん、信じ、会話もできるやつだもん。いいじゃない、
シンジ。じゃあ 50% SSR 犬だわ。そうだね。若干さ、ミルクボーイっぽく言うのやめてよ。じゃあ何する何する何しようかな。SR にす ?SR もさ、まあ、巷ではさ、SR 以上って言ってるけど、SR しか出ない券と言われてるから、ここでもうおめえ返上しよう。うん、SR 券は。そうだね。うん、じゃあこれもちょっと引いてみよう。何枚ぐらいかな ?5 枚ぐらい。5枚ぐらい引いたらね、返上できるんじゃないかな。返上できるかな。お、返上できるんじゃないもう。熱くなってきたぜ。あ、ダメか。お前はダメか。ああ、SR 券だ。これは SR 券だ。これは SR 券。これは SR 券だ。あと4枚ぐらい。頑張って。頑張って。できるところ見して、SR 券。赤いよ。赤いよ。SR 券頑張って。ダメだ。ダメだ。あと3回。あと3回。あと3回。見せてやって。見せてよ。SSR も出せるんだよってことは。そうだよ。お、いいんじゃない？ずっと赤いんだけどね。SR だな。ダメだ。ダメだな。あと2枚、ね。あと2枚。最後に見せてくる？最後に見せてくる。最後に SSR 出して。白くなったな。やる気なくなったの？やる気なくなったな。これ緑だし。やる気なくなっちゃったな。あ、これ。もう、やる気ないな。ラス1ですよ。次ラス1。次ラス1です。ここで、最後の力を振り絞った SR 剣が、熱くなってきたぜ！何も、見せない。南。で、南2回出てくる。南よく出るよね、この SR 剣で。そうだね。出るんだ、ポチ。ほな、SR 以上とは違うか。違う、これは SR 券だ。これ SR 券だわ。これ SR 券だな、うん。もうこれはちょっと、次に持ち越しね、うん。で、最後に確定1枚引いて、終わりにします。今、巷では確定では確定が出るって噂ですよ。じゃ、でしょうね。SSR が出るって噂ですよ。いくぜ。うん。これでもう、はるかを出して完璧な割れればいいんだよ。完璧な感じで割れろ。終わるわ。あ、ポチにパッと出すわ。これで迷彩が来る。よし来た。よし来た。で、ということはこれがはるか。はるかじゃない。錦。やっぱ好きだね。また錦。好きだな錦。錦に愛されてる、うん、やっぱだからあれだわ、光にはなれねえんだわ。でもこの時はまだ光ってるの、うん、まだ希望があるんだよ。そう、これだから俺が竜音始めた頃ので、でポチとの差を見せつけられた結果があの決戦錦だ。錦並べられる。錦そろそろ並べられると思う。5体並べられる。あ、でも SSR はそんなに出てないからね。そうだよね。錦ってね、3枚目じゃないこれは。でも維新と合わせたら、維新と合わせたら1体足らんね俺。あー、そっか。決戦異像がいないから。そっかそっか。うん、いやでも、うん、大満足ですよ。じゃあ、派遣を錦チームにしといて、ね。錦チームで派遣したいと思う。うん、じゃあ、ポチに変わります。はい。はい。ポチの番。うん。ポチはさ、うん、ガチャ券あまり持ってないんだ。ほら。そうだね。30枚と確定が2枚の、うん、SR が3枚の 70% 外れ券が1枚、うん、かなりこの前いったからね。そう、この前いっぱいやっちゃったからさ、うん、なのでまあまあでも極みガチャ券も使っちゃいますよ。うん、どんどん。一番の狙いははるか。まあでしょうね。うん、使えるとしたらはるかでしょうね。で、欲しいのはでも、うん、錦が欲しいかな。でもこっち錦に絵がないから。そうなんだよね。こっち気流が、気流かさんか錦のどっちかが来てくれたら嬉しいけどね。うん、うん、そうだね。でも使える、使おうとしてるのははるかだからな。うん、そうですね、編成的にね。うん、よし、じゃあ30枚、はい、いきます。来い。30枚の分
白。白。白はダメじゃー。ああ、いいなんだ。弱い。青は弱い。もう土地が敷き木札に手をかけようとしている。解けないよー。腹立つ。その言い方腹立つ。よし、もう一回。まあ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 。一旦ね。もう一回。いやー、さっきレオに吸われたからな。そんなことないよ。吸っちゃったからさ、レオがさ、シューって吸っちゃったから。たまにはさ、こういう。吸いたかったね。いや、こういう回があってもいいと思う。あ、金はいっぱい。え？あの、俺、すごいみたいな。見てきた。時。錦山。うん。30連。いったれ。あと1枚しかなくなっちゃうね。お、考えてたよ今。ってことは入ってる。入ってない。ちょっと上がった。ってことは金じゃん。これで割れたら笑うのにな。それ金だわ。この流れは金。金だな、うん、残念。残念。よし。まあ最近良かったからな。まあそうね。最近、あれでしょ？今調整中なんですよ。調整中。よーし。じゃあ、70% 外れ券いこっか。お。50% は、50% の確率で外したから、うん、70% は、どうかな？どうですか？どうですか？ 70% はどうですか？これは、これは、これは外す方。赤いよ、でも。いや、これは外す方。あ、青くなったね。まあ、あそこで赤じゃなければ、もう、こうですよ。こうですね。こうですよ。こうですね。こうなんですよ。そう、そうか。困ったなぁ。困ったなぁ。信じてみる？ SR を。まあ。なんか SR 引いて、まあ、あとこれ引いたらもう終わりだからさ。そうだね。いけ！もう次々いくよ。そう。次々いくよ。次々いくよね。次々いくよ。熱くなってきたぜ。これは SR だな。ふーん。はいはい。はるか出てこないかなぁ。もう一回おいで。SR の意地を見せろ。間違えた。SR の剣だった。SR 異常剣の意地を見せろ。熱くなってきたぜ。この剣の意地を見たことないけど、ね。なかなかね、意地見せてくれないんだよね。お？いや、まあ、そりゃそうだ。そりゃそうなんだ。そこはその色になるんだ。おじゃねえよ。よし、行くぜ。最後、ここで見せてくれ。SR 剣。赤いぞ。お、見せてくれ。SR 剣。緑だなぁ。お前見せらんないよ、それじゃあ。ちょっと？お前 SR 剣だわ。ああ、もう SR 剣だわ。西島さんだ。なんらじゃん。なんらじゃん。なんら SR 剣だったわ、やっぱり。いや、今回、レオとポッチ両方引いて SR ダメだったな。ダメだね。やっぱダメなのかなぁ。まあ SR 剣だからなぁ。何か来い。見て、青か。若いね。お、これくんじゃねえ。これくんじゃねえ。これくんじゃねえの。これくんじゃねえ。あ、割れたもん。来たよ、これ。来たな、これ。これは来たな。来た。マジか。来た。行くぜ。さあ、誰。おい、ほら、ほら、やっぱりそうなんですよ。キリュウさん。やっぱりそうですよ。いつもお世話になっております。リュウがお前のところに来る。すごいな、キリュウさん来た。うん、来たね。キリュウさん、はるか、はるか、あ、もう一枚行く、はるか、え、だって、まあまあまあ行ってもいいと思います。いや、でもはるかは入ってるかわからんがな。いや、でもキリュウさんが来たらさ、まあそうだよね、ね、来るよ。そしたらね、うん、来るわ、来るわ、はるかが。白、白、白、はるか、いや、青、おかしいよ。それはない。これは違うな。誰？お、あ、あ、まあ、あ、まあ、キリュウが来たからな。あ、これはでも嬉しいかも。それは、それで。これは嬉しいな。嬉しいね。
これは海岸のやつ嬉しいな、うん、それはそれでありだな、ありだったな、これ欲しかったんよ地味にリアクション取りづらいやつ、うん、欲しかったんよ。え、はるか、まあでも、あれですよ、ワンチャンガチャにかけるか、お願いだよ、たまこちゃん、ワンチャンにかけるから、うん、もう今回ポチはあと、そうだね、あと一回一枚だけ引いちゃおうか、これ、はい、中途半端やし、これ中途半端嫌だわこの中途半端がね、ほんとそうだね、うん、使い切ろう、よし、はいはい、OKOK、まあまあ、まあまあまあそうでしょうよ、よしよし、これで、うん、これで、よし、これで使い切った、ない、ないね、OK、あとはもう3倍を待つのみ、待つのみだね、よし、じゃあ頑張って、あとはるかを当てたいと思います、うん、はい、あと錦山さんもね、来ていただけたら、うん、でも錦はもうレオンとこには来ない、おかしい、レオは今回取ったのに桐生さんを、たまにはね、たまにはあるよ、そういうことも、うん、たまにはなんか俺すげえみたいな時あるじゃん、ある、あってもいいじゃん、うん、長い年月があればさ、だいたいポチが使うわけだから、使ってないよそのためのね、今回ずっと息止めてたからさ、そうだね、ちょっと息の吸い方を忘れてしまったんです、うん、そうだねまあまあこの後のスクラッチでよし、じゃあ3倍引いていきたいと思います、はいはい、はい、それでは今回はここまで、最後までご視聴いただきありがとうございます、コメントチャンネル登録していただけたら嬉しいです、では次の動画でお会いしましょう、またね、バイバーイ。